はい、ボルコンでますか。はい、皆様こんばんは、バースモークソートの佐々木です。よろしくお願いします。皆様やっぱりカクテルバーに行くと飲んだりされますよね。その時にソルティドッグというカクテルって、非常に有名なカクテルがあるんですけれども、どこのバーに行っても、ソルティドッグっていうのはやっぱりウォッカとグレープフルーツジュースのこう2つのレシピで作る。であとグラスの縁にね、こう塩がこうスノースタイルでこうついてるような感じがあるんですけれども、そこにそのレシピが一般的だとは思うんですね。でそれでオールドスタイルのソルティドッグっていうのがあるんです。そのオールドスタイルっていうのが、もともとソルティドッグっていうカクテルは、イギリスで、誕生したカクテルなんですね。でイギリスっていうとやっぱりロンドンドライジンが有名じゃないですか。でそのソルティドッグ、オールドスタイルのソルティドッグっていうのが、ジンベースで作ってる。でしかも、グラスの縁に塩をつけるんじゃなくて、そのジンとグレープジュースを混ぜて、その中にも塩を入れてこうシェイクをして、ご用意をするという、スタイルのソルティドッグがあるんですね。で、通常ですとこう材料をこういうシェイカーの中にこう材料を入れて、ジンと、グレープジュースを入れまして、でそこにこう少量 の、 塩を入れるんですけど、ちょっとスモークソルトではちょっと面白い、作り方をやってまして、その処方で作ると結構もうカクテル のレシピの中の自体に塩味がもう立つんですね。でこれはもう非常にいいやり方だなと思って、理にかなってるなと思ったんで、これもちょっと、参考になればなと思って、ちょっとご紹介させていただきたいなと思いました。またちょっと作り方についてまた、ご紹介します。それではどうぞ。はい、それでは、ソルティドッグオールドスタイルを作っていきたいと思います。スモークソルトでは、グレープフルーツ丸々1個、贅沢に作ります。これを、皮を切ってですね、果肉だけを絞っていきたいので、まず、これを皮を切っていきたいと思います。贅沢にこんな感じでね、こんな感じ、はい、皮を削いでいきます。まな板がちっちゃいからちょっとね、皮が暴れちゃってるの、元気な皮だ。はい、大体皮取りましたね。でここら辺にこう白いのがまだ残ってるので、こういうのも全部削いじゃいます。ここの部分が結構絞るときに苦み出ちゃったりするんですよね。だからそこはやっぱり苦みとか渋みっていうのはちょっと避けたいので、切っちゃいますね。はい、こんな感じですかね。そして、今度はですね、ここの果肉だけを絞りたいので、今度この果肉を、取り出したいと思います。でその時に使うのがこれですね、さらしで、このさらしを広げて、果肉だけを取っていきます。本当はね、グレープフルーツって4月とか5月ぐらいが一番美味しいんですよね。っていうのも、その春時期のグレープフルーツって、アメリカからフロリダとかね、
そこから入ってくるんですよ。その時期のねグレープフルーツはねすごく美味しいんですよ。でね皮も薄くてね身がねギュッと詰まってるんですよ。でさっきあの見たのもそうなんですけど、結構ほらこれ分厚くないですか。結構分厚いんですよね。ここが厚みなんでね、この厚みがね薄いんですよ、フロリダ産とかになるとね。でその時期に作るグレープあのソルティードッグはすごく美味しいんで、あの春先になったらソルティードッグを飲もうみたいな意識でするとこうバーテンダーをおこの人知ってんなみたいな感じになるかもしれないですね。はい、それで、果肉だけが、こんな感じで取れました。ここからがポイントです。これこのまま普通にこう絞ってジュース出すんですけど、ここのところに塩を入れます。ほんと一つまみですね。それこそまんべんなくこう振りかけて、それでですねこれでギュッと、あれ引っかかった、もう絞っちゃいます。こうするともう果肉にもあの塩もついてるんで、もうこう絞った時に塩味が出るんですよね。手上がってね。はい、こちらグレープジュースの完成です。ちょっと味見してみますね。うん、結構塩味ついてますね。これがねすごくいいんですよ。キリッとしていいんですよね。じゃあここから、オールドスタイルのソルティドッグを作っていきたいと思います。はい、それではソルティドッグ、オールドスタイルを作っていきたいと思います。先ほど絞った、塩の入ったグレープフルーツジュースです。こちらまあこちらを、グラスの中に入れて量を測ります。結構取れたんじゃないのかな。はい、110ミリぐらい取れましたね。でそれで、使用するお酒は、ジンベース、タンカレーで、こちらが、自家製のグレープフルーツリキュールですね。あのお酒に、まあ、ウォッカにあのグレープフルーツを漬け込んで、まあ、寝かしたものですね。それを、グレープフルーツの味の輪郭をもっとこうはっきりさせたいためにこのグレープフルーツリキュールを使います。それではこちらにお酒を加えます。タンカレーが40ミリ程度で、グレープフルーツリキュールが15ミリぐらいですかね。で入れました。で軽くスワリングして、ね、味見します。うん、美味しいですね。やっぱりこう塩味、もう味覚自体で塩味が効いてるとやっぱ美味しいですね。はい、あ、すいませんね、こぼしちゃってで、あとねうちはシェイクじゃなくてミキシングラスで、ステアして作ります。なんであのステアなのかっていうと、あの余計な水分を含ませたくないですねっていうのと、あとあの液体にあの氷の当てる氷が当たるチャンスをいっぱい与えたいからですね。で氷を磨きながら、ミキシングラスも一緒に冷やしていきます。
はい、グラスも冷えました。はい、それでは、レシピを入れていきます。ステアはこうわざとこう上下運動をさせたりとか、横回転とかとかさせたりとか、こう同時にやっていきます。先ほど言ったその液体が、氷に当たる、チャンスをたくさん与えたいからです。もうこんな感じで大丈夫です。それではグラスの中に注ぎます。はい、こちらでオールドスタイルのソルティドッグの出来上がりです。あとスモークソルトはおつまみもセットで用意してます。先ほどグレープフルーツ、丸々1個削った時に、2房だけ果肉を取ってですね、まあこんな感じで取って、でここに、ペルノーのフレーバーを加えます。でそのままこう入れてもいいんですけど、どうせおつまみだったらこうペルノを、温めて、ペルノのあったかいところと冷たいグレープフルーツのところの温度差でこう香りをうわっとこう口の中で演出していただきたいなと思って、でうちでは、バースプーンに1ティースプーンだけ、ペルノを少し温めてここにかけます。でちょっとやってみますね。結構温度差があればあるほど結構味って広がるんでね、結構しばらく待ってでかけます。これね、ペルノーとグレープフルーツってねすごい相性いいんですよね。はい、ソルティドッグ完成です。ちょっと見えにくいかな、こんな感じ。はい、完成です。はい、ありがとうございます。それでは、ちょっと試飲してみたいと思います。うん、そうですね、グレープフルーツの香りだけじゃなくて、先ほど入れたグレープフルーツリキュールの、その香りもしっかり出てて、もう香り自体もグレープフルーツがぶわーっとこう来る感じですね。いただきます。うん、すごい美味しいですね。グレープフルーツジュースの中にもう塩味の味が入ってるんで、こうなんていうんですかね、スイカに塩をかけて食べたら甘くなるっていう印象よりかは、もうそのジュースそのもの自体に塩が入ってるんで、もうソルティグレープフルーツみたいな、そんな印象ですかね。ではこの果肉とおつまみ、食べながら、食べた後にこうちょっとこれを飲んでみたいと思いますね。いただきます。うん、美味しい。うん、ペルノとグレープフルーツジュースは、グレープフルーツは合います。本当に合います。うん、もう最高ですね。もう食べちゃう、もう一個食べちゃう。これいいね、すごい。うん、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 やっぱりね、さっぱりしてる分、さっぱりしてるし、塩も効いてるんで、やっぱり夏のイメージもあるんですけど、やっぱりね、どうしてもね、私の頭の中からフロリダ産のグレープフルーツっていうのがね、離れないんですよね。だからそうするとやっぱり4月5月になってくるんで、やっぱ春先になってくるんですよ。だそうするとやっぱりね、やっぱ春先はソルティドッグなんじゃないのかなと思うんですけど、でもやっぱり最近夏って暑いじゃないですか。だから結構ね、夏場のソルティドッグもね、いいと思います。こう縁にかかるよりかは、なんか僕的にはもう絞るときに
一緒にこう塩かけてね絞った方が味の演出はしやすいのかなと思いますね。はいはい、以上、オールドスタイルのソーティードッグの、作り方でした。この動画が良ければ、グッドボタンお願いします。そしてチャンネル登録数、これね、もう何回も言います、あと400人で1000人です。400人1000人、結構ね、もう僕みたいな本当全然何もやってない YouTuber って結構ね、この400人って辛いんですよ。だからこう1回でも見てちょっとでもいいなと思ったらもうチャンネル登録しちゃってください。下手なことは多分言わないと思うんで、よろしくお願いします。それではじゃあねー。はい、ありがとうございます。まだちょっと残ってるんでね。ソルティドッグって本当昔からあるカクテル、すごい有名で結構こう女性なんかにもね受けのいいカクテルですよね。すごいグレープフルーツジュースがねいっぱい入ってるし、あとまあ私も若い頃ウォッカ使ってたんですよ。でその時はまあウォッカって無味無臭なので結構そのお酒の味をこうさせないような作り方してるから、こうクイクイ飲めちゃったりするんですよね。で周りに塩もついてるから、その塩味っていうのがこう味覚の反応して、あ美味しいねって感覚になるんでしょうけど、結構ねレシピは変えたな、結構変えたかもしれない。師匠が、とある時にそこでチーフしてた時に売りになるカクテルを作ろうという企画で、ソルティードッグを採用したんですよね。でその時に、ソルティードッグウォッカのを作ってたんですよ。もう10年15年ぐらい、もうもっと前かな、それぐらい前ですよね、話ですね。でその時にもう漬け込んで、そのグレープフルーツウォッカで作るソルティードッグなんですよ。だからその時も、グレープフルーツウォッカを入れて、でグレープフルーツジュースを入れて、でそこに塩を入れてシェイクして、で大きい氷1個、ロックグラスで大きい氷1個でこうシェイクしてこう注いでたっていう感じなんですけど、それもねすっごい美味しいんですよ。で少し師匠の作ったソルティドッグっていうのはちょっとねアルコール度数ちょっと強めなんですよ。なので結構ね酒をしっかり飲んでる、ああうまいソルティドッグだねっていう感じなんですよね。でしかもロックスタイルなんで溶けにくいしずっと冷えたまんまなんですよ。ただそこからまあそれを、師匠からこう受け継いで自分が独立するときに、そのレシピって僕も使っていいですかってこう聞いたときに、もう全然使ってよって言ってくれて、で数年間はやってたんですよ。だけどなんか自分の中でなんか自分なりのものを作りたいなって思ったときに作ったレシピがこれですね。でもうシェイクをしない、ステアにする。でこれにもやっぱり理由があって、さっき言ったように無駄な水分はここにもういらないです。なんでかって言ったら、もうこのグレープフルーツジュースがもう水分なんで、この水分だけを生かすためにはシェイクじゃないんです。シェイクって理論的には急激に冷やすっていう理論なんですけど、あれをやってしまうとまあここに氷を入れてこうシェイクしますね。でこうシェイクしますね。当たりますよね。当たってフレーク出るんですよ。そしたらその氷ってちっちゃければちっちゃいほどどん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 溶けやすくなるんで、そしたらそれ水分になっちゃうんですよ。その水分を僕は避けたかったんです。でステアを採用しました。でステアって普通まあ、氷いっぱいこう敷き詰めてこうステアしますね。ずっと回すだけじゃないですか。あれって実はあんまり意味ないんですよ。あれね冷えないんです。まあこの話もおいおいちょっと氷だけっていう特集を組んで、氷と水とグラスの関係っていうのをこうちょっと科学的に、お話ししたいと思います。まあそういった理由もあって、ステアが一番急激に冷える感じのステアをする。だからこう上に上げたりとか氷をガラッと変えてみたり、いやちょっとこう見た目的にはねちょっと雑だなっていう感じはするんですけど、
あの見られがちかもしれないですけど、これって結構理にかなってるんですね。だからこういった理、あの理論もちゃんとあの今度ご説明するんで、ちょっとだけお待ちくださいね。あのお前の作り方が雑だとか、お前は汚すぎるとか、そういうことはあんまり言わないでください。すいません。まあっていうわけで、あのまあソルティドッグですね。まああのさらしで絞るってあれ結構いいですよ。あのすごいね、グレープフルーツジュースの透明感がパーンと出てすごい美味しくなります。あのスクイーザーで絞るのもいいんですけどね、あのスクイーザーで絞った味とさらしで絞る味とも全然違ってくるんで、これもちょっとあのさらしを、まあ、さらしなんて和服屋さんに行けば売ってるんで、でそこでもうちょっと買ってきて、でちょっと絞ってみてください。結構味がガラッと変わります。すごいね、透明感がある、すごいね、綺麗な味になりますんでね。はい、ではよろしければ使ってみてください。はい、それでは、今日はソルティドッグのオールドサイドの付け方でした。ありがとうございました。じゃあ。